1956年、畠山一生は、日本の実業家、機械工学者、株式会社荏原製作所の創立者、石川県金沢市出身、機械工学者、井口有也の渦巻きポンプに関する理論をもとに、渦巻きポンプを発明した。1881年、金沢で、能登の守護大名、能登畠山氏の血筋を引く家系に生まれる。東京帝国大学機械工学科を卒業後、1912年に恩師の井口有也と共同で、井の口式機械事務所を創業した。1920年には、ポンプ販売の事業を発展させて、荏原製作所を設立した。畠山の発明は、渦巻きポンプにとどまらず、発電用車、送風機、水中モーターポンプなど数十種の製品に及ぶ。第二次世界大戦後に、貴族院議員となり、貴族院の廃止まで務めた。また後に発明協会の会長を務め、恩師発明賞の別称、畠山一生賞に名前を残している。畠山は、即翁の号を持つ記者としても知られており、増田鈍郎らと交流を持った。茶器や農道具など、畠山が収集した数多くの美術品は、東京都港区にある畠山記念館に収められている。ABC 石川県のものづくり産業の歴史と産業遺産石川県2019年10月29日閲覧。ありがとうございます。